太ももとお尻の付け根をプリッとさせたい方におすすめなエクササイズです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、太ももとお尻の付け根をプリッとさせたい、またはヒップアップさせたい、スクワットをしても太ももに効いてしまってお尻に効いてる感じがしない方におすすめなスタティックフォワードランジというエクササイズを紹介します。このエクササイズなんですけども、回数はですね、できるだけ多い方がしっかりお尻に効きますので、太ももとお尻の付け根が少し熱くなってきたな、疲れてきたなっていうぐらいまでできるだけやってください。今回はやり方だけを説明します。はい、まずランジの姿勢を取るんですけども、太ももの前が筋肉発達しやすい方はこういう感じで動くとですね、前ももに効きやすいっていうのと、あとはフォームがずれてしまうとお尻に効いたりももに効いたりっていう感じになって、しっかりお尻が効いてくれません。なので動きを安定させるために、前足の膝の上に手を置いて行います。足は狭くなるほど前ももに効きます。広くなるほど太ももとお尻の付け根に効きます。今回はお尻とももの間、お尻のくぼみのラインをしっかり効かしていくエクササイズです。足を前に出して、後ろ足はしっかり幅をできるだけ広げてください。この時に後ろ足の前ももは少しストレッチされるので、ちょっと痛いとかね、伸ばされる感覚があるかもしれませんけども、こっちの足はあんまりね、鍛えてる感じではないので、そこは気にしないでください。基本的にももに効かす時は膝が出ないように行ったりするんですけども、ここに効かす場合は足首よりも膝がもう少し手前に来るぐらい足の幅を広げてください。これぐらいです。これぐらいで降りる上がる降りる上がるという感じです。上半身はあんまり反れると後ろのももがストレッチされすぎて痛いので、気持ち前かがみです。手でしっかり上半身を安定させて、このようにここをしっかり意識して、お尻とももを突き放すようなイメージで反復運動をしてください。反対も一緒です。足首よりもちょっと膝が手前に来るように、これでこの部分、お尻と太ももの付け根をしっかり上がって降りての繰り返しをしっかり疲れてくるまでやってください。できるだけ動きは手を膝について安定させて、ピンポイントで効かしてください。お疲れでした。今ね、左右10秒ずつぐらい動いたんですけども、しっかりピンポイントで効きますんで、だいたい30秒ぐらい左右動いただけでですね、お尻と太ももの付け根にしっかり効きます。で、ももに効いてる感じがする方はもう少し足の幅を広げてください。これを左右疲れるなっていうぐらいまでを 1,2 セット行うと、徐々に大臀筋が発達してお尻がプリッとしてきますんで、お尻がペタンコでない方、お尻が四角い方、垂れてる方、そういった方は今回のスタティックフォワードランジをやってみてください。頑張った方、勉強になった方はよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.